はじめまして。はじめまして。お名前をお伺いしてもよろしいですか。稲島めぐりです。めぐりさん。はい。めぐりさん、すごいお上品な方ですね。ありがとうございます。めぐりさんって好きな食べ物って何なんですか。何でも好きです。あ、辛いもの。あ、辛いもの。辛いもの大好きです。お好きなんですか。カレーとか。ラーメンとか辛いの大好きです。あ、そういうののかなり辛いのが食べれちゃうわけですか。はい、食べれます。あの辛いのが、僕ちょっと聞いた話なんですけど、辛いの食べれる女性ってらしいんですそうなんですね。はい、情熱的というか、刺激がかなりお好きらしくて。なるほどね。めぐりさんってもしかしてだったりしますか。どうでしょうねですかね。好きなことってめぐりさんも好きですか。あ、好きです。あ、そうなんですか。攻める時とかってお好きなんですか。攻める時好きです、はい、あ、そうなんですね男性のどんな反応がお好きとかってあるんですか。行く時に玉がキュッて上がるところが好きです、はい、え、どういうことですか。多分行くもうすぐ行きそうってなったら、はい、玉がキュッて上に上がるんですよ。それが好きです。あ、そういうものなんですか。それが出るとちょっと興奮しちゃうみたいな。あ、そうですね。かわいいなってですね、やっぱり。ではないですかね。もともと学生時代とかって何かアルバイトとかしてたんですか。アルバイト、カフェのバイトしてました。あ、カフェのお仕事されてたんですね。はい、コーヒーが大好きなんで。あ、そうなんですか、はい、ご自身もコーヒーが好きで。そうですね。あ、そうなんですね、はい、でも結構一人でするのがちょっとお好きっていうこと聞いたんですけど、本当ですか。そうですね、一人でするの大好きです。あ、大好きなんです。大好きえ、一人ってどうやってするんですか。おもちゃ使ってやります。はい、あ、おもちゃ使うんですね。はい、おもちゃって何を使うんですか。はローターローター使うといっちゃうんですか。そうですね、いっちゃいますねあ、ロータータイプなんですね。ロータータイプです。その時は何かをこう考えたりとか、そういうのはあるんですか。部活はそうですね、妄想することが多いですね。妄想。はい、例えばどんな妄想をしてるんですか。例えば、はい、なんか自分は嫌だ嫌だ、はい、ダメダメってなってるけど、はい、なんかそういうのお構いなしに、はい、攻められたいっていう願望があるんで、はい、そういう妄想とかしてますね。 M っぽい願望かなりあるんです、うん、M、 そうですね、 M なんですね。M です無理やりちょっとやられるみたいのがお好きなんですね、はい、そうですね。それはやっぱ実際のする時とかもそうなんですか。そうですね、実際の M もそうしてほしいなってあります。無理やりちょっと無理やりされる、はい、無理やりっていうとちょっとこうなんか手をちょっとこう上に押さえつけられてみたいな。ああ、そうですね、いいと思いますいいですか。はい。あ、そうなんですね。じゃあもう一人だと結構一人でやっちゃってるわけですね。そうですね。あ、なるほど。ちなみにですけども、今日の下着って何色ですか。今日は白です。はい、あ、白なんですか。はい、白着てきました。あ、白着てきてくれたんですよ。はい。あ、それはなんかもういつもだいたいそういうお色なんですか。あ、でもいろいろ持ってて、はい、気分によってその下着の色とか変えたりとかしてます。あ、そうなんですね、はい、じゃあもう勝負下着だで言ったら、まあ、黒ですか。黒なんですか。はいそれは何かあるんですか。何かある、なんかどっちかというとなんか不健康な、はい、色知ってるじゃないですか、体が。いやいや、もうそんなことないですよ、色白で。もうなんかすごい引き締める感じの色がいいのかなって思って、は
黒着てます。あ、自分の中ではそういうちょっとバランスがあるんですね。そうですね。いや、もうすごい色白でお綺麗だと思いますけども、全然赤っぽいのとかでもちょっと似合いそうな。あ、赤も良さそうですね。ちょっと情熱的なんで。確かに、はい、はい、ちょっと情熱的に本日はお話を聞かせてもらいまして、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、すごいお上品ですね、最後までね。ありがとうございます。はい、じゃあまたお話聞かせてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。